団を潰し、いつか大型犬を飼うかもしれないって。うお、今すぐ山に行くよ。今日中にあのクソ女をぶっ飛ばさないと旅館を潰しちゃうわ。出てこいよブ。誰だよ、うるさいな。わっちの二度寝を邪魔するのは。さっさと出てこいよブ。はい、レイちゃん、おひさ、どうした。どうしたんじゃねえ、てめえが一番わかってたのか。そう聞かれると一番困るさね。いろんなことに手を出しすぎて思い当たることだらけだし。え？レイちゃん、生理？私が、あの雑で下品で短気で貧乳の男もレズパートナーもいない指とキュウリで時間を潰し老後大型犬を飼うと言われたオーリクに属性武術を教える噂の詐欺師だ。え？詐欺師？ああ、あんたがあの達人。いいよ、やろっか。うちらの関係も行き詰まってたことだし、勝ち負けついたら結婚しちゃおうか。この勢い、心臓の働きが急に速くなった。全身の血脈が響いてるような気がする。気を放っただけでこれだけの禁断新人は伊達じゃないってことか。おかみさんは全く動いてない。山のごとく揺るがないと言うべきか。うん、宝物復活。何が宝物だよ、ただの竹じゃねえか、この貧乏師匠が。ああ、負けた負けた。わっちのこと好きにしていいよ、レイちゃん。私じゃないだろ。好きにしていいのは、あんたの可愛い弟子だよ。マジ？そうだよ。よく考えたらお前にはめられたんだ。へへへへ、ここんとこ飲みすぎて、頭がボケてたのは確かだけど、どうしよう。本当にこいつのおもちゃになるの？いやいや、まだ14歳だし、体力もない。きっとテクニックもないし、どれだけ長持ちするんだか、絶対つまんないさね。こら！なんかいやらしいこと考えてんだろう！とりあえず、おもちゃのことは置いとけ！そっかそっか、急がなくってもいいよね。それよりも急いでやってほしいことがある。ん？お願いだから、本物の技を真剣に教えてください！リクちゃん。わっちが真剣に教えてないって言いたいわけ？何にも分かってないな、君は。わっちが自分の弟子をペット扱いしてると思ってんの？他のことはともかく、バカ家元と約束したからね。お前を一人前に育てれば、お金やイケメンはいくらでもくれるって。お金はともかく、クソジジイがイケメンを調達できるとは思えないね。え？おいおい、一人前にするって話、どういうプランなのか言ってみろや。まずは、あのバカ家元がどこからイケメンを入手できるか考えてみよう。やっぱおもちゃになれ。たっくん、この2年間お前が入り続けてきた薬風呂にいくらお金がかかってたか分かってるの？絶対あんたの酒代よりちっぽけだと思う。でも効果が出てるでしょ。レイちゃんなら分かるよね。そうだね、2年前の君は一般人並みの体力しかなかったし、武術の素質は悪くはないけど、生まれつきの体質が弱かった。でも昨日技を教えた時、習得するスピードはとんでもなく速かった。きっとこの薬風呂で体質が改善されたんだと思う。マジかよ。修仙と武術のスキルポイントが別ってのは分かったけど、同期の奴らは誰もそんなことしてないぜ。彼らは体質より修繕することを優先しているんだ。君の師匠が体質を改善させているのは、はっきりとした目的があるんだよ。さすがレイちゃん、わっちのことよくわかってる。2年間ずっと薬風呂に入り続けさせた理由は、お前に無双剣骨の修練をさせるためだ。無双剣骨は禁断レベルの単体砲術。お前の持っている霊魂は空霊魂だから、
天地の霊気に対する適応性が強く、何の支障もなく霊気はお前の体内を自由に出入りする。一見得な体質だと思うかもしれんが、必ずしもいいことではない。今の状況から見ると、お前の体内では上後に水のように集まる霊気が急速に吸収されると同時に速やかに失ってもいく。一滴も残さず。要するに霊気を貯めて自分の力にすることができない。わっちの無双甲は奥深いから一言で言えないんだが、この無双剣骨は上後の中に新たな容器を作り、それによって上後の出口を塞ぎ、そしてその容器が新たに霊気を集める働きをするので、錬気の修行を始めることもできる。空霊魂の特性に逆らってはいるが、これならほぼ同じ成果を上げられる。軽有な霊魂として標本になるよりマシだろ。本物の仙人の腕前はないから、ダメ元で自分に合った方法で試していくしかない。分かった。で、あとどんだけ薬風呂に入れば無双剣骨の修行を始められるの？3456万7890回くらいかな。なんだそのデタラメな数字とおどおどした顔は。この薬は時間経つと効果が減っていくから処方を更新しなきゃ。知ってるけどさ、簡単に言わないでよ。この処方に全財産使っちまったんだ。更新する余裕なんかないさね。まさかただの越金潜水油？世間では珍しいものだけど、この霊剣山では処方がちょっと高いだけで、材料はそこら辺にあるよ。オーリクの神殿補助金でも十分買えるはずだよ。レイちゃん、あんた男のためにバッチを売ったね。やかましい。さっさと更新してこい。修行は順調に進み、次の段階に備えて肉体、精神ともに休養が必要なのだそうです。王さん、僕は近々一度山を下ります。都合が良ければ霊系鎮近くでお会いできませんか？はあ、やっぱ全然違うわ。このスーパー薬風呂、全身すっきりした。超気持ちいい。はあ、少なくとも半年分の酒代をこのスーパー薬風呂に使ったさね。もう終わったの？いいね、別人になったみたい。わかるの？外見変化ないからわかりにくいけど、もともと巨大な潜在能力があるんだ。それをより引き出しやすくなってくるから、この先の修行にいいんだよ。うんうん、それこそスーパー薬風呂の効能さね。なんだいその目は。2年間の積み重ねがなきゃ1回のスーパー薬風呂でこんなに変わるもんか。そしたら次は無双剣骨の番だよな。そういえば入門して2年、わっちの広報体系についてまだ何も説明してなかったな。確かにこの2年間お前は毎日酔っ払って爆睡してたから説明する暇はなかった。お前面白いね。とにかく無双甲はわっちが自分で作り出した甲法。終戦会では甲法は古ければ古いほど強いと思い込んでいる。だからわっちのような自己流の甲法はバカにされている。しかしそれは間違いだ。終戦は人によってみんなそれぞれだから、他人の甲法はいくら優れていても自分のものではない。自分で考え練り上げ作ったものこそ自分のものと言える。要するに自分でオナニーしても人妻に触れるなってこと？下品かつ生々しい例えだけど悪くないと思う。この無双甲は一番わっちにふさわしい甲法なの。長年の改善により無双剣血、無双剣骨、無双剣心などを含めて精神検定に劣らず完全なる甲法体系になっている。精神検定というのは家元に何千年もの間引き継がれた工法なのですごく奥深い。でもその中身は全く変わってないし、
ごく一部特別な資質を持っている修士しか向いてない。けどわっちの無双校は違う。時の流れとともに常に進歩している。マジ？そんなのあり？今のはもう第98班だからね。一番の強みはフレームワークの包容力。かなり強いから好きなように変えても大丈夫だ。新しい発想があったら取り入れる。基本的に年に一度大きな修正をしている。年に一度？適当すぎるわ。でも今のところ九州大陸において好きなように工法を変えられ、かつどんな状況にも対応できる。ワッチの無双校、お前の空霊魂をカバーできるのはこれだけだ。修行は試行錯誤しながらやっていくしかない。そこで頼りになるのはこの無双剣骨だけさね。霊剣派がなぜこいつを指名して俺の師匠にしたのかだいぶ分かってきたぜ。明日から無双剣骨修行開始だ。悪くないね。まだ3日も経ってないのに。いつかお前も内視法ができるようになれば、体内でどんな奇跡が起きてるか自分で確かめることができるよ。何なんだよこの工法。交流人口みたいに10式ぐらいしかやってないのに、なぜこんなに体が痛いんだ。これでできたわけ？そんな簡単にできるわけないだろ。今はまだ無双剣骨の第一段階だよ。けどね、どう頑張ってもここまで半月はかかると思ってたんだけどね。さすが天下の空霊魂ってとこかね。習得スピードはとびっきり速い。全身が痛って、激痛が消えた時、本当の意味で修行の形を固められ威力を発揮できるようになる。で、この恥ずかしい格好も修行なのか？だって、抱えてやったらおっぱい触るだろ。するか！こういう、錬気より先に体を鍛えるようなやり方は普通やらないんだ。修仙界ではほぼ前代未聞だよ。体を守る法力はまだ作られていないから、体質の新旧交代が始まるとそのダメージに耐えられないはずなんだけど、この2年間入り続けた越近戦髄のおかげでお前の体はその衝撃に耐えられるようになったわけだけど、正直すごく心配したさね。まさか生き残るとは思わなかったわ。無双剣骨の第一段階に入ったってことは、もう錬気の修行を始めてもいいってこと？まだ早いよ。お前の体内にある上後の大きさでは9か10段階ぐらいいかないとダメさね。9か10段階？無双剣骨は何段階あるの？今のところ全部で120段階あるよ。ワッチは103まで行ってるけど、無双校は常に更新されるものだから、無双剣骨も上限はないよ。適当すぎる。3日間で第一段階だったら1ヶ月後で10段階達成か。そうすりゃこの苦しみから解放される。しばらくベッドで安静にしてなきゃね。食堂にも行けないから師匠自ら料理してあげたよ。感謝するさね。いやオーリフはまた表明法と無双法の間を行ったり来たりするような生活に戻った。昼間は表明法の東雲堂で様々な勉強をし、夜は無双法で無双剣骨の修行に没頭するという充実した毎日を送っていた。1ヶ月ってあっという間だった。無双剣骨も第3段階まで進んできた。予想より遅いけど、師匠の話によると進み具合は十分早いそうだ。修行は順調のはず。だからうまくいってるじゃん。私に何の用なの？確かに第一段階終えたらそんなに体も痛くなくなった。でもこれは副作用が完全になくなったわけじゃない。痛みに耐える力が上がってきただけだって言ってた。そのまま続けてたら寝てる間にチンチンを切られても気づかれないはずだって。けど修行を進めれば進めるほど一つの問題に気づいた。まずこの無双剣骨は属性の追加とか何もないんだ。
普通なら熊のパワーとか氷のスピードとかを習得できるはずなのに、それどころか最近じゃ走るスピードまで落ちてきた。それだけじゃない、以前習った交流人口の気が脈を走る感じもなくなった。おかしいな、脈はちゃんとできてたから消えるはずは。そうか、抹殺現象だ。ハイレベルの武術はレベルの低いものを抹殺するわけだ。例えば君は六葉幽節を身につけたけど、その上に九葉人口を修練すると六葉の特性はそれによって抹殺されてしまう。無双剣骨は千家の後方だから交流人口よりレベルが高い、だから抹殺されたんだ。何なんだこのクソ候補、属性の追加がないだけじゃなく他の候補の属性まで抹殺しちまうなんてけど無双校の凄さはよく知ってるから、交流人口レベルの技が一つや二つ消えたところで問題はないよ。そんなこと言われてもなんかな。それより前弟子にしてもらう話したよね。え、私？抹殺されずに残すことのできる技とか、おかみさんなら知ってるよね。君はもう仙道の修行が始まってるから私なんかもう用なしでしょ。おかみさんは武術の大御所だから一番頼りになるからね、お願い。まあ君みたいなやつに教えるのは面白かったしね。いいよ、教えてやる。商船大会で案内人たちが剣に乗ってたろ。五剣飛行という技なんだけど、下等法といって体を軽くすることで走りやすく飛びやすくなるんだ。まあオーブはそんなの興味ないみたいだけどね。だから無双校には均衡の類の技がない。私が教えるのは属性の均衡武法だから大したもんじゃないけどさ。でも五剣飛行は蓄機器に入ってから身につける技だけど、これから教える技は蓄機器まで十分使えるからちょうどいいだろ。武法の名は天使法。これによって身軽に登ったり走ったりすることができるだけじゃなく、近距離戦の中相手につきまとい俊敏さで勝つことができる。天使法は変化が非常に複雑で優れたバランスと柔軟性が必要とされる。だがオーリクは生まれついての高い能力と2年間の長距離走で作られた基礎を持っている。いいね、たった1日だけでもう随分できてる。あとは毎日繰り返して練習するんだね。またお礼にどっかの峰から霊装を持ってきてあげるからね、高く売れるよ。はあ、2年前に白金霊大根で儲けた金が残ってればな。えっ、あれだけの大金全部使っちゃったの？今じゃ旅館の赤字を君にもらう霊装の売り上げで穴埋めするぐらいになっちゃったし、まあいいけどね、お金なんて。とにかく頑張って練習してね。習得したら豚足の煮込みをご馳走してやるよ。あ、そうそう、帰る前に今後の練習相手を紹介しておくよ。え？いつもありがとね。勉強、体作り、武法の修練、トライアスロンのような日々を送り早2ヶ月。うーん、何このラブイオーラは。お、お、うん、やった、やったっす。あやお姉様すごいっす。文法隅に置けないやつ。次は文ちゃんの番よ。ボクシング頑張るっす。文ちゃん、にゃかんねらなデブ。おお、お見事っす。お、あ、いらっしゃい。星を眺めるパイ10個できてるわ。今持ってきますね。星を眺めるパイを10個って誰が。ここの料理のファンがいてさ。いや、作ってるシェフのファンだったかな。ナイス！ライバル出現っすか。よし、食ったところで始めるぞ。
せーの、残念でした。なんでそんな真面目な顔してる？一体どうしたっていうんだ今日は。何？禁断妖術？嘘だ、こいつ本読めるの？しかもエロ小説じゃなくて修行の古典？本物？千歩試練、霊剣山で待ってるぜ。